県は今日対策本部会議を開き、新型コロナウイルスのワクチン接種を円滑に進めるため支援体制を整えると発表しました。県といたしましては接種推進班8名体制で2月1日から体制を整え、県の体制を整えていきたいと思います。荒井知事はワクチン接種において市町村や医療機関の支援を行う新型コロナワクチン接種推進班を2月1日に設置すると発表しました。この推進班は県職員8人体制で市町村のワクチン接種進捗状況を把握し総合的な調整を行います。政府はマイナス75度ほどで保管する必要のあるファイザー社が開発したワクチンについて早ければ2月下旬から医療従事者を対象に接種を始める方針です。県によりますとワクチンを保管できる超低温冷凍庫が国から2月中に18台、6月までに合わせておよそ120台が支給され県内市町村に割り当てられるということです。荒井知事はワクチンを保管する冷凍庫の設置場所を市町村と調整するなどスムーズに接種が進むよう取り組みたいと話しました。どのようになるかちょっと予断を許さないという市町村とか住民の方に安心してもらうように流すっていうのは役割だというふうに思います。